2015年11月号新人王、10月号スペード龍二がダントツの結果を残し悲願の新人王に輝いた。2ヶ月間の悔しさを全てぶつけ頂点に君臨してみせた。この TGD っていうイベントに3ヶ月前に自分が初めて参加させていただいて、まあこの新人王っていうのを見させていただいて、絶対に僕がこの場に立つっていう思いで、3ヶ月間やらせていただいて、まあその思いが行動と伴って今この場に僕が立つと思うんで、すごい嬉しいです。何を意識し新人期間最後の月を過ごしたのか。絶対に、その新人王という枠で、あの舞台に立ちたいと思っていて、8月9月度は、順位は下の方で、まあ、だんだん上がっていってたはあるんですけど、まあ、最終月10月は、スペードの、二の前週刊防災や鏡春さんが、新人王を取ってたっていうのもあるんで、まあ、僕も負けてられないなと思って。新人王になるために必要なことは、絶対に、気持ちっていうのがないと、あの舞台には立たないと思うんで、まあ、きっちり、すごいその場に立ちたいという気持ちと、気持ちさえ持っていれば、それに結果を伴って、絶対に順位というものが上がっていって、一番というものを取れると思うんで、まあ、そういう気持ちがまずは大事だと思います。そして11月度もまた新たな新人たちによる戦いが始まる。2015年11月の新人売上ランキング第21位、ドキドキゴープログレス、サトシ。第20位、ドキドキゴー、ガブ。第19位、ワッツアップ、嵐。第18位、What's up、ヒデ。第17位、ドキドキゴー、ハルマ。第16位、バカサバイバー、キリト。第15位、ラブホリック、セイヤ。第14位、ラブホリック、アスカ。第13位、ドキドキゴー、ミナミ。第12位、ドキドキゴープログレス、リョウ。第11位、ラブホリック、ヒカリ。第10位、ドキドキゴー、リョウスケ。第9位、ドキドキゴー、ショウ。第8位、ラブホリック、リュウ。第7位、ドキドキゴープログレス、タクヤ。第6位、ドキドキゴー、ソウイチ。第5位、ドキドキゴープログレス、ユキヤ。第4位、ラブホリック、ユウ。第3位、ラブホリック、レイ。そして最も優秀な結果を残し新人王の資格を与えられたのはこの2人。バカサバイバー、シュージ。ドキドキ号、タイチ。果たして11月の新人王を手にするのはどっちだ。2015年11月の新人王。